てお客様に記憶を残す。醤油の力をやっぱもう一回思い出して、うん、原点に戻って、今年はどうなんですか。もう完全に狙ってきてます。優勝目指して優勝する気はないです。カヤっていう少年がいるんですけど、彼に彼女ができたんで僕たち大人でバッチリ彼が輝けるステージを作り上げたいと思います。瞬間ってなんですか。去年コウスケさんとさせてもらったやつなんで。よかい。そのチーム胸を借りるつもりです。今年も私も盛り上がれ。豪華な飲食店が盛り上がっていけるっていうのが最高に嬉しいです。ありがとうございました。今年も期待してください。